さあ、やっていきましょう。今回はマニュアル使います。真珠を傷つける者は決して許しません。最強決戦イベントのコマですね。まあ、この間出たやつなんですが、こいつは進化と投下があって、まあ、今回使うのは投下ですね。このコマを置いた時に 7% の代償を払います。そして、その 7% 分のダメージを 150% にして、相手に与えるといったスキルですね。で、コンボスキルが HP が6割以下の時に発動で、まあ、追加で 1.2 倍の特殊ダメージを与えるっていうものなんですが、普通に強いですね。で、今回はこんな感じで、はい、久しぶりのバーローバースト構築ですね。まあ、一応バーローしたら、その分、自傷するダメージも増えるんで、相手に与えるダメージもすなわち増えると。んでもって、まあ他にもスーリアとか、あとは黄金オルロソルシエとかですね。普通にライフバーストして優秀な駒を取り揃えている感じですね。ただ、まあ一つ不安要素があるとすれば、このエンデガとバイセですね。このエンデガとバイセが、早番で来ちゃう。それかもスーリアとかも早番であんま来てほしくない。うん。あとは黄金オルロも早番で来てほしくない。アギラも早番で来てほしくない。レクジャも早番で来てほしくない。ということなんで、もうめちゃくちゃ、手駒事故がね、起きそうな予感がしますが、もうそれもね、跳ねのけるレベルでね、もうガンガン攻めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけでやっていきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。おっと、神タンでしょうかね。しかし、私も一応神タンですからね。バーローバーストの威力。味わわせてあげましょう。お手駒前悪くない。いや、いい。むしろ構わん。むしろいい。むしろたまらんな、この手駒は。構わんじゃない。むしろたまらん。やっていこう。まずは、バローしていきましょう。相手にね、これね、デバフとかかけられてるけど、なんか刺して問題はないでしょう。一応ライフバーストとか入ってるんでね、いっぱいね。刺して問題ない。てか、この段階で使われても全然問題ない。ただ相手強そうだな、これ。しっかり、ブライダルウンディーネ入れてるあたり、これ強そうな感じしますね。うん、強そうな神パだね。気をつけていきましょう。さあ、織姫を捨てる。ってことは、手駒あんまよろしくないね。多分相手、エンデガとか早番で来てんじゃねえかな。あ、いいね。いいですね。いいですね、それは。非常にいいですね。さあ、自称していきましょう。さあ、この段階で。超えたけれ。いい火力ですね。5000近く火力出てます。素晴らしい。いいよ、マニアレ。素晴らしいよ。そういうところだよ。さあ、あれじゃん。で、ここどう攻めようかな。X に打つ手もあるんですが、手駒による。オルロはまだ使えないんで、こっち行ってみようかな。うん。いや、このまま、仕打ちしてしまうと相手になんか火力マスとか置かれて、なんか個人的には嫌な気分になるので、こっちに行きます。こっちで攻める。アラク。いや、大丈夫。アラク耐えれる。3枚返しアラク来ても耐えれる。こんだけ HP あったら耐えれる。と、踏む。さすがに無理かな。けど相手正月乱量じゃないし、フェリプティも引いてないし、ジーク来てもね、待てよ、ジークで。いや、耐え、ああ、ちょっと待って、怪しいな、これ。ジーク来るか？ほら、来いよ。ほら、来いよ。来いよ。ほら、来いよ。ほら、来いよ。ほら、来い、来い、来い。来い。来るなら来い。来ないか。まあ、オッケーです。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。来ないならそれでいい。一応、これ、どうだったんだろう。耐えたのかな？わかんないけど。おし。さらにバーローをかけていきましょう。スーリアとか引けたら結構強いですね。次のターンにね。ただ、いや、これアンドロメダ貼られたの、ちょっと、まずいな。ちょっとまずいな。ちょっと誤算やな。アンドロメダ、貼られたか。ちょい誤算だな。ん？そっち来たか。それは私に角を取れと言ってるようなもんですな。どうする？もうバーローいらないかな。もうバーローいらない。うん、ここはエンデガでいきます。これでエンデガのコンボルトは繋いだ。さあ、あとは回復を踏んだりして、じわじわ相手を削るとしましょうか。ただ相手も、不義務に置いてきたので、やっぱりね、やっぱ強めの、来るよね。ただし、そのソーディアン、発動しないぜ。発動させないぜ。そうは、トンヤが下ろさない。相手は、この、なんだっけ、アンドロメダ張ってるんで、全然まだ耐えますね。オッケー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 。いいぞ。いい流れ。ソーディアンが発動しなければ、オッケーオッケー、結構ギリギリだったけど、ソーディアン発動しないね。その調子よ。その調子やで。その調子。あえてここで回復末踏んできたら、これ一応、マニアレのコンボ、
繋がるけど、どうくる？なるほどね。いや、それ無視していいな。それ無視していいわ。バイセン。ちょっと待てよ、ここ考えますね。スーリアってさ、15% だよね、確か。代償。いや、ここさ、角取っちゃおっか。うん。角取ろう。これもう、殴ろう。大丈夫。相手ね、一枚返ししかできないから、盤面で有利を取れば大丈夫。一枚返しで相手、ビクトリア来て、多分スーリア出せる分の HP、あるかな。どうだろう。考えますね。3700だから 1.5 倍して、だいたい、あ、エンデガか。うわ、これあるかな。5200、待て、3700の 1.5 倍だ。計算しろ。スーリア投げて、計算、3700。いや、3800で考えた方がいい。ってことは 1.5 倍すると、1700で。うわ、足んないな、これ。いや、でもこれ、角取ればいいのか。角取ればいいじゃん。オッケーオッケー。スーリア出さなくて角。てか、これ、いけるだろ。この盤面なんだ。相手相当攻めいそうだな、これ。よし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 。もう盤面で勝つわ、これ。スーリア出さなくて勝てる。盤面で勝てるわ。オッケー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 。やばい。完全に L 字型。あ、工事完了。L 字型の工事完了。オッケー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 。スーリアなんて出さなくていいんだよ。そんなの出す必要ないんだよ。あ、よし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 。取れ高的に完璧なキャラクター来ましたが、これもう、あれですね。アギラで、マニアレのコンボでどれくらい出るか、皆さん、見物ですよ。ゴー！これが真珠の力じゃ！強い。大変ありがとうございました。これもう盤面取れたのが非常にでかいね。うん。はい、対戦よろしくお願いします。カルマ号。カルマ号か。いや、いいね。これ序盤のうちに、カルマ号に削ってもらえれば、あ、ほら、もうこうやってもうね、クソ早番が来るんだけど、カルマ号に削ってもらえれば、こうエンデガの出勤時間早まるんで、それでいこう。さあ。相手マパかな、この HP。うん、マパっぽいな。さあ来い。エンデガの出勤時間を早めてくれ。ぜひ。ちょっとおじいちゃんによる説教で。よし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 。エンデガお前遅番なんだぞと、そのカルマ号という名のね、このおじいちゃんが説教してくれてます。いいよいいよ。その調子で説教して。もっと、もっとエンデガに説教して。さあ、どうしよっかな。まあまあまあ、普通に行こうか。うん。ちょっと、エンデガここまで来たら残したい気分あるじゃん。せっかくあえてカルマ号を出してくれたんだから。エンデガをね、残したいという親心がね、私の中で芽生えつつある。さあ、来い。さあ来い。アズとか来んな。アズとか来んなよ。アズなしな。アズなし。いやでもアズ来てもいいけどね。あ、テラ。あ、お、テラね。テラね。オッケーオッケーオッケー。問題ない。いいよ。いいよ。これお母さん。これエンデガのお母さん。フィローギーですね。うん。あんた何やってんだよと。バイト行くの早すぎなんだよと。これね。うん。これエンデガのお母さんです。で、あの、カルマ号はエンデガのお父さんということにしましょう。さっきおじいちゃん出てたけどね。うん。お父さんとお母さんがね、今エンデガ君にね、説教垂れてますからね。はい。そんな感じで行きましょう。さあ。あえて仕打ちしてくるかな？さあ、どう来る？どう来るというのだね。おっと。どこに来る？うぅ！強いな、そこ。スキルマじゃないとはいえ。そこ置かれるのちょっとなんか、うん。まあいいでしょう。ダメージを受けてこそ、痛みは嬉しみ。痛みを受けてこそ私の敵は進化を問われる。進化を発揮するね。進化問われるって。進化発揮しますから。うん。この調子で行きましょう。さあ、デバフをかけて、次のタイミングでダメージを私が踏んでって感じで、展開していきましょうかね。あ、なるほどね。いや、それ、ハーピストのコンボ狙えるから、一向に構わんよ。オルロ。いや、いいぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。オルロ、いいぞ。いいよ、いいよ、いいよ、オルロ。強いよ。オルロ、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 ソルシエ、強い。いい。オルロ、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 ソルシエ、強い。いい。オルロ、オルロ。オッケー、オッケー。オルロ、強い。サリ。サリ来て、サリもスキルマじゃないね。これいろいろと助かりますね。マニ、あれ。マニあれ。マニあれ、マニあれ。あー、どうしよう。まあ、エンデガ行こうか。いや、ここね、私2ターン耐えますよ、頑張って。うん。2ターン頑張って耐え切ります。てか、これスーリアで、あー、無理か、まだ。さすがにきついか。
スリア5500だから、まだ無理ですね。3000ぐらい物理ダメージで当てる必要があるんで。さあ、これテラーナイトのコンボがちょいコアなんですが、まあ頑張っていきましょう。ちょっと待てよ。これどこに来るの？どこにポチ？あ、しゃ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 。運がいいよ、俺は。俺は運がいい男だ。レムリー。どうしよう、これ全部辞書来ちゃった。レムリーが一番、さあ、安価なんだけど、一番ね、安いんだけど、とりあえずもうここす、行っちゃいましょう。この、マニアレ君。マニアレ君行っちゃいましょう。てか、マニアレってさ、これ、アタック、エンデガと一緒もしかして。2枚返しした時2005だったよね、今。エンデガと一緒？奇遇じゃん。けど、エンデガより君の方が優秀だよ。お前の方が可愛いし。いや、これ耐えますよ、全然。さあ、娘が来ましたけど、耐えます。来い。いや、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これ、届き、あ。5% か。ってことは、3300の半分だから、一応、大丈夫だよね。OK! ギリ耐えるんだけど、届く？いや、届くか、さすがに。よかった。一瞬さ、もう、俺、これ、不義無理じゃ届かなくて、無理かと思って、このレムリー、そうか、5% か。なんとかなった。よかった。大変ありがとうございました。はい、というわけで今回いかがだったでしょうか。最後、危なかったですね。うん。あれ、サリースキルマだったら、完全今回の試合負けてますね。あと、クイルクエンのポチの場所、あれもこっちとしては結構都合のいい場所に来てくれたんで、まあ、今回は、はい、運が良かったですね。で、このマニアレなんですけど、非常に強いですね。使ってみた感想。うん。7% 自称して、その 150% を与えるってことなんですけど、これが、まあ、使いやすい。うん。これね、バステトの代わりに使えます。うん。バステト持ってない人はマニュアル編成するのね、全然ありかと思われます。はい。バステト持ってない方は、ぜひマニュアルね、10日で使ってみてください。めちゃくちゃ使いやすくて。で、コンボスキルもね、60% 以下で発動できるんでね、非常におすすめのコマです。というわけで、今回この辺で終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。